んにちは、ココです。今回はナルトではおなじみの金髪キャラクター最強ランキングをお届けいたします。主人公のナルトを筆頭に激戦を勝ち抜いた金髪忍者は果たして誰なのでしょうか。早速ランキングに参ります。第10位、山中伊乃。イノシカ町トリオの一人で山中一族のくの一がランクインしました。サラサラな金髪のポニーテールが特徴的です。幼少期にはさくらを精神的に支えて友達思いな一面が垣間見えます。イノがいなければさくらの陰キャラ脱出は不可能でしたよね。そんなイノは新天神の術という山中一族に伝わる秘伝忍術を得意としています。偵察などの後方支援では右に出る者はおらず、今でもコナーの感知部隊にも関わって活躍しています。そんなサポート忍者山中イノが第10位です。第9位、手まり。砂隠れのくの一で四つ結びの金髪が特徴的ですね。砂隠れの勘九郎とガーラの姉にあたる存在なので、作中ではたびたび姉御肌な部分がありましたよね。そんな手まりは巨大な扇子を使った大規模な封筒忍術が得意です。四方八方を風でスパスパなぎ倒す弾は爽快でしたね。また鹿丸の妻ということもあり、頭脳も明晰で的確な戦況把握能力も持ち合わせています。そんな砂隠れの女番長手まりが第9位です。第8位、山中いの一。10位にランクインしたイノのお父さんもここでランクインです。金髪にポニーテールといった娘と変わらないヘアスタイルはなかなか挑戦的なヘアスタイルだと思います。年齢的にアラフォーですからね。そんなイノイチの強さは戦闘力というよりも情報分析能力です。秘伝忍術である新天神の術で敵の脳内に忍び込み敵を錯乱することや後方支援としてズバ抜けた能力を発揮します。娘と共にサポートで大活躍の山中いの一が第8位にランクインです。第7位、デイダラ。芸術は爆発だというセリフでおなじみのバクトン使いです。金髪ポニーテールに片目隠しの鬼太郎スタイルという風貌から芸術性がうかがえますよね。そんなデイダラの戦闘スタイルはまさに異質。手にある口に粘土を入れてチャクラを練り上げ起爆粘土という形で攻撃していく戦闘スタイルです。この忍術は岩隠れに伝わる禁術だそうで、デイダラ固有の能力というのがまた活かしてます。大きく分けてデイダラの能力には C1 から C4 まであり、この数字が大きくなるほどチャクラ量が多く爆発も大きなものに変化していきました。特に C4 はナノレベルの爆弾で自身の体内から爆発させるという狂気に満ち溢れていますね。このように様々なシチュエーションによって中から遠距離戦闘に長けているという点からヘアスタイルまで芸術的なデイダラが第7位でした。第6位、クリアラレクシマル。霧隠れの忍び刀七人衆のうちの一人がランクインです。無造作な長髪の金髪、2メートルを超える細身の体型が特徴的で、後ろから見たら女性かと思うぐらいの不気味な忍びでしたよね。忍び刀の中でも特殊な長刀縫い針という裁縫針の巨大バージョンのような刀を使います。相手を縫い付けもてあそぶような戦闘方法は残虐性があり、容姿も相まって不気味ですよね。そんなことからカカシ先生には同じ忍びであることを嫌悪すると評されていました。噂程度にしか分かりませんが、師匠殺しや兄弟殺しなど数多くの残忍な前科を持っているらしいですよ。そんな残虐性を秘めた不気味さナンバーワン忍者のクリアラレクシマルが第6位でした。第5位、綱手。第5位は5代目ホカゲの綱手です。美しい金髪ロングが魅力的でした。綱手は初代ホカゲ千住柱間の孫にあたり、さくらの師匠でもあります。もともとはコナハの伝説の3人と呼ばれた忍びでした。医療忍者としての実力は忍界トップ。ペイン襲撃時にはその力で里全体を守っています。さらに攻めにおいても大影顔負けの半端ない怪力を持っています。肉弾戦だけで戦場を生き抜いてきており強すぎませんか。また医療忍者ということで医療忍術はもちろんのこと、忍法創造再生という再生能力もあります。戦闘では死なないからねと豪語しており、実際に体が真っ二つになっても死んでいませんでした。恐るべし能力です。そんな綱手が第5位でした。第4位、4代目雷影 A。 3代目雷影 A の名を受け継ぎ雷影となった男です。ワイルドなオールバックで金髪が渋い印象があります。その実力は当時の五影たちの中でも抜きんでており、サスケのアマテラスを避けたり15のゼロ距離攻撃を受けてもびくともしなかったりと桁違いの強さを見せました。
そんな雷影の強さは圧倒的なパワーとスピードです。パワーはチョップで8尾の角を折れるぐらいに強力で、普通の人が食らったら粉々になれそうな気がしますね。そしてスピードは黄色い閃光と並ぶほどの速さで、さらには雷遁の鎧をまとうことでスピードの向上と防御力のアップもできます。シャリンガンで追うこともできないスピードなので、視線を向けるだけで当てられるはずのアマテラスも当てることができなかったですよね。遠距離から A の防御力を上回れるような攻撃ができる忍び以外勝てないかもしれないですね。そんな4代目雷影が4位にランクインです。第3位、3代目雷影 A。 ナルト界屈指の豪傑であり、純粋な実力であれば最強の忍びの一角である忍者です。4代目雷影と同様にオールバックの金髪ですが、4代目雷影に比べて無造作な髪型で野生の猛獣感が出ています。そんな3代目雷影の強さのゆえんは、最強の盾と矛を有しているところにありました。盾とは大きく強靭な肉体のことを指しており、どんな術でもダメージを与えることはできないと言われていました。矛とは最強の盾である自身の体に唯一傷をつけることができる雷遁の突き技のことです。攻撃範囲は狭いものの、一点に集中させた地獄好きはどんな盾も貫通させてしまいます。そんな忍びのカリスマ3代目雷影が第3位にランクインです。第2位、波風湊斗。金髪イケメン代表といっても過言ではない金髪スペシャリストです。湊はナルトの父で時空間忍術のスペシャリストでした。中でも得意としていたのは飛来心の術です。目にも止まらぬ速さで敵を翻弄し、また誰かを逃がしたい時や敵の攻撃を遠くに飛ばす時にも飛来心の術を使用していましたね。他の里からは黄色い閃光とも言われており、速さで湊の右に出る者はいません。湊の戦闘で印象に残っているのはやっぱりオビトとの戦闘ですよね。すり抜けた区内に一瞬で移動し、勝利を確信したオビトの背後から螺旋丸をぶち込んだ時は鳥肌が立ちました。すぐその後には九尾の攻撃を里の外に飛ばしてみせたりもしています。容姿端麗で、しかも4代目ホカゲという超エリート、ツッコミどころは中二病なネーミングセンスくらいですね。そんな波風湊が第2位でした。第1位、渦巻ナルト。物語の主人公で誰もが認める努力家です。優勝はやっぱりナルトだなと皆さんも予想していたかもしれませんね。ヘアスタイルはツンツンの金髪で、スタイリングに時間がかかりそうです。第4次忍界大戦後は英雄と呼ばれ、7代目ホカゲに就任しています。ナルトが1位になった理由はその圧倒的な能力です。九尾と和解したことによる膨大なチャクラ量、そしてそれを使ったクラマモードや螺旋丸と影分身を利用した技など、全てが他の忍者とは段違いでした。さらに陸道仙人の力まで手に入れ、全ての美獣のチャクラを扱えます。それに伴って月経限界を含む全ての性質変化すら自由自在ですから、もう抜け目なしです。また戦闘スタイルもトリッキーで、時には影分身を利用して、時にはお色気の術で相手をひるませる、誰にも真似できない戦闘スタイルも魅力的でした。ということで金髪代表に輝いたのは渦巻ナルトです。まとめ、いかがでしたでしょうか。金髪の忍びも意外と多いですよね。しかもかなりの実力者揃いで、ランキングもすごい悩まされました。ナルトイコール金髪キャラといっても過言ではない特徴だったと思います。皆さんのお気に入りの金髪キャラはいましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。